ずいぶん白いんですね、山肌が。セメントで持ってる町だから。シートベルト締めなさいよ。田舎だからって事故がないわけじゃないのよ。私に声をかけてくださったんですか。新任の件で理事長から相談を受けた時、すぐにあなたの顔が浮かんだわ。忘れたくても忘れられない人ですものね。迷惑だったんでしょ本当は。そんな、理事長すぐ乗り気になったわ。剣道の女王が来てくれれば学校の名も少し割れるし。冗談なんて、私ただの教師です。それも新米の。最近矢に冷たいじゃないですか先生。こっちは爆破寸前ですよ。私の知ったことじゃないわ。早くどかして。散々自分から股を広げておいて、それはないでしょう。何をするの。上等じゃねえか。お手並み拝見で行こうか。ここに葉隠れの一つの哲学があるんです。敵の目から恥ずかしく思われないか、卑しく思われないかというところに自分の存在をかけているんです。もう一つは忍ぶ恋ということです。恋愛というものは相手を獲得した途端に色褪せてしまうものです。だから、はい、田之倉由紀さん、獲得しても本当の欲望の満足が永久に得られない恋なら、恋愛の緊張と純粋は保ちうるんじゃないですか。例えば女が女に恋する時とか。
のっけから理事長の視察だなんて、もう冷や汗がびっしょり。あの冴子さん、昨日のことなんですけれど。一体何があったんですか？もし力になれることがあれば。あなたは心配しなくていいわ。私の問題なんだから。田舎なもんでしてね、こんなところにまで帰るが。そろそろ冬眠だな。穴ぼこでも探してたんだろう。めーどーやれー、はい、めー次。ありがとうございました。お願いします。田之倉さん、何なの私にお話って。私も強くなりたい。え？でもダメ、体が弱いしのろまだし、とても剣道なんかできないし。そんなこと。先生、ずっとこの学校にいてくれますか？え？ええ。ダメよ、急に。もうしばらく寝てらっしゃい。養蜂室に倒れてたんですよ。田之倉さん、誰が私を。何のことですか？養蜂室にいたでしょ、誰かが。ユキさんは倒れているあなたを見つけて知らせてくれたのよ。いきなり殴られたんです、私。あなた知ってるでしょ。私、何のことだか。今日はうちにいらっしゃい。ゆっくり休んだ方がいいわ。ちょっと古いのが難点だけど、こんな下宿もなかなか味があっていいもんでしょ。田之倉ゆきってどんな子ですか？今日いらした理事長のお孫さんよ。早くにご両親を亡くしたとかで、理事長と二人暮らしらしいのよ。あの、何？今日のこと、確かに標本室に誰かいたんです。またその話？そりゃユキさん少し変わったところがあるわ。でも嘘をつく理由なんてどこにあるの？あなたの思い過ごしよ。それに、あら、また停電。のりこさん、お線香あげてくださる？あげてくださるわよね、たかしに。
生きても死しても残らぬことならば生きたがまし。と申し候、志田はくせ者にて授業中ですよ。この間どうも飛んだところ見られちまってこんなものが届いてますよ。あれ、ゆきさんの字じゃないの？悪いけど、自習しててちょうだい。やっぱりあの時あなた。ごめんなさい。ゆきさん、どういうこと言った？脅かされてるんです。いろんな戦いがあって先生らの写真撮ってこいって脅迫されて。誰に？不良です。この町の不良。根が返してほしければ8時に剣道場に来いと伝えろって先生に。さすがは剣道の女王、白衣を持ってご登場ですか。ユキさんを話しなさい。先生が俺たちの言うことを聞いてくれればね。あ、これ欲しいんでしょ。なかなかのもんだったな。動かんでくださいよ、のりこ先生。心配することはありません。先生は俺たちの言うことを聞いてくれればいいんですよ。どうしろって言うの？大の男が女にやられっぱなしじゃみっともないでしょ。俺先生と一回剣道でお手合わせ願いたくてね。あなた剣道知ってるの？喧嘩ならばね。剣道と喧嘩は違うわ。講釈はありませんよ。ただし一つだけハンディをつけさせてください。先生は裸の上から防具をつけてもらいたいんですよ。バカなこと言わないで。パンティーがまだですね。さあ、
元気はどこ行ったのかしら。防具つけると本能が蘇るんですか。羞恥心なくなっちゃうんですか。つきあれ。先生は私と自分のネガとどっちが大切だったの。ネガなんでしょ。ユキさん、もし私のためだけだったらきっとそこまでしなかったんだわ。ごめんなさい、助けられたのに私どうかしてるわね。先生、これからどうするの。あいつらのことだから今度はビデオをネタに脅してくるわ。私負けないわ。あんな卑怯な連中の言いなりになんて、きっとビデオを取り返して二度とあんな真似ができないようにしてやる。一人で、たった一人で。ええ、私もできる限り協力する。ねえ、明日の日曜日うちに出して。助けていただいたお礼ぜひおじい様にしていただかなきゃね。目の中に入れてもってやつでね。私が死ぬのを見取ってくれるのはこのユキしかおらんのですよ。ゆうべはユキの危ないところを救ってくだすったそうで。そんな、つきまとってる不良どもを退治してくれたそうですね。さすがは剣道で名を打っただけのことは終わりだ。退治だなんて、残忍な連中のことだから一筋縄じゃいかなかったでしょ。一つ武勇伝でも聞かせてもらえますかな。ユキさんからは何も。いや、詳しくはね。どうですか。美味しいです。いや、そうじゃない、素っ裸の上に防具をつけて戦った時の感触のことですよ。竹刀を突っ込まれた時どんな気持ちがしました。あなたはユキをかばって三人の男に次々に侵されたそうですね。ひどいわ、そこまでご存知なら。そうです、私暴行されました。早速ビデオを見せてもらいましたよ。写真も良かったが、あれ実に良かった。何ですって。生物室も道場もみんな私が仕組んだ罠なんですよ。獲物はじりじり追い詰めるのが私の趣味でしてね。ユキさん、
ういうことなの。優しい子でね、ユキは今回私のためにずいぶんよく働いてくれましたよ。おじい様のためじゃないわ私。あなたたちよくも。いかがでしたか、睡眠薬入りの雪の手料理の味は。目覚めかな、ユキのアイデアでね。やはりあなたはその姿が一番お似合いのようだ。なぜ私がこんな目に。君が美しく高潔な女だからだよ。私は長い間君のような女を探していたんだ。何をしようっていうの。それはこれからじっくり教えて差し上げますよ。こいつは傑作だ。死んだってあなたたちの思い通りにはならないわ。のりこさん、君がいつまでその気ぐらいの高さを持ち続けていられるか、実に楽しみだ。